はい、今現在はですね、現在奈良県ハリテラス手前のところですね。これどうしようかな、このまま名阪乗っても寒いかも、行けるかな。おい、こいつ見てないぞ、だるいな。どこ見とんねんこいつ、うぜうぜ。さあ、うざい車、いきなりうざい車あったな。もうサンドラ多いからマジで気付けないでやばい。さあ、この名阪国道ですね。前は名阪国道をとりあえず行きまして、で今回行くのは滋賀県にあります。ああいうなんかちょっと勘違いした車言いますんで、ちょっと気付けないとやばいな。奈良ナンバーって結構なんかああいうやつ多いんだよな。周り全く見えてない、あんなやつがハンドル握ってんだよ、でドライバーずらしてんだよ、怖いな。軽自動車で行きがってるやつがセダンに煽られてますね。ざまあだな。そもそもこんなストレートの道、排気量でかなり差が出るからな。排気量あるやつが勝者ですから。これなんじゃこれ、やばい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 、なんかこれ煙、湯気か、なんかこれ何これ、やばい、濃霧かよ、なんじゃこれ。濃霧出てる、寒なってきた、急になんか空気変わったわ、霧すぎるやろ、霧出てる、もう怖えな、なんか怖いぞ、なんじゃこれ、ここなんか魔境ちゃうんかこれ、魔境感出てきた、ミストの世界。うわ、すごい霧やな、えぐい、すごい、何これ、なんでこの時間帯にこんなんだ。さあ、名阪国道おりまして、伊賀上の方面かな、かなりこれ霧に包まれてるんだよ。今時間がまだ9時半なのに、この時間帯でもこんな霧が出ているっていうのすごいな。だいたいみんな霧って朝早朝やんか出んの、なんでこの時間帯にこんな霧が出てんだろう。名阪国道で車線変更しまくって飛ばしたところで全然意味がないってことよ、結果的に。だから降りたら信号引っかかるやから、あんななんか三重の張り合いやんな、三重の張り合いであの車線変更しまくって俺の車は前より速いんだぜみたいなことを誇示したいやつが名阪国道に乗ってるとめっちゃめんどくさい。来るときいたやん、あのチビの車、チビのなんか円盤みたいなやつ、あいつ、ああいう車がいるとうざい。あ、滋賀県のどの辺りまで行くかというと、分かりやすく言うと関ヶ原のところですね。関ヶ原からちょっと山側に入ったところです。この先にある道の駅のマーガレットステーション愛東という道の駅で休憩してから行きましょう。アート愛東マーガレットステーションあったわ、あと1キロ、もうちょいですね。雪国っぽいね、ここ。この感じ見てください、これ。これ完全に雪国の風景ですね。なんとなくわかりますかね、これ。この感じ。富山とかその辺りっぽい。コスモス畑か。これ寄っていくか。昼間だといい感じやね。うわ、なんか当たって、上から降ってきたぞ、上からなんか降ってきたぞ、これ上から降ってきました、これ最悪。 SL パーク行こう、 SL パークで休憩するか。さあ、タガ SL パーク到着したけど、ほら見て、もう SL ないやん、解体されてるんやん、撤去されてるやん、ててて、もはや SL パークじゃなくなってるぞ。
あの憩いの場所がわずか1年で消えた。げ、ここで休憩するつもりやったけど、もう行くか。高いスイルパーク消滅しとったな。なんなんだよ。なんか、1年ぐらいで消えたりするよね。行こうかなと思ってて、行かなかった。福井の、ワンダーランドやったっけ？福井にあるワンダーランドっていう遊園地のなんか廃墟みたいになってるけど、まだ運営してた遊園地があったんですけど、2年前の夏に福井の、大野市のキャンプ場とか泊まり歩いた時の帰り道に寄ろうかなと思ったのに、結局時間的な都合で寄らなかったんですけど、最近Google マップの衛星写真見たら、そこも解体されて完全に太陽光パネル敷き詰められて何もなくなってたな。ああいうとこってなんかもう行こうと思った時すぐ行った方がいいな。おい、何これ。おい、サイレンめっちゃやばいぞこれ。空襲警報かよ。サイレンやばいな。12時のサイレンにあんな音鳴らすんや。もう普通のサイレンやったな。普通なんかのどかな音楽流れるやん、田舎の童謡とかの。すげえ、うーっていう、まあ、なんか何事かと思うよね、よそもんからしたら。